自分から始まる従業員だったりお客さんを動かすことで経済をまず、回す、そして自分の経営を成り立たせる、これが、これからの、新リーダーなんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日も始めていきましょう、農業ビジネス講座。で今回は、よくあの農業界で言われるこのリーダーシップについてのお話になります。タイトル、この新リーダー論ということで、まあ、あくまで私の考える、まあ、リーダー論というのをちょっと今日はご紹介したいと思います。で、まあ、もともと私が地域でリーダーをこうね、いろんなリーダーをやってきた時のお話で、やってたことが実は3つあります。まあ、後ほどご紹介しますけれども、1つ目が、まあ、役職を断る、2つ目が組織内を改革する、そして3つ目が関わらない組織を決めるというようなことです。はい、じゃあそういったことで今日始めていただきます。はい、これまで、私もですね、非常にあの多くの、まあ、組織で、まあ、リーダーというものを役割を果たしてきました。でこれらの経験をもとにですね、今日は話しさせていただくんですけれども、まあ、先に内容をお知らせするとですね、まあ、今地域も農村、まあ、そういったところのリーダー論というのが、まあ、確実に変わってきているということです。で今回の話はですね、ぜひあの若手農業者、まあ、もしくは新規農業者にあのぜひ聞いていただきたいような内容です。今まあすでにもリーダーシップ発揮しているよって方もぜひ知ってほしい内容となっています。このまあ新リーダーというのはですね、まあ、新しいリーダー像のことなんですけれども、この新リーダーはですね、実はリーダーシップを発揮する場所が違うんですね。で、これまでのリーダーというのはこういった地域、まあ、自分が住んでいる地域でリーダーをこうリーダーシップを発揮することが多かったんですけども、これからの農業者というのはこの自分のコミュニティ、自分のコミュニティでリーダーシップを発揮するということが非常に重要になってくるというようなお話です。で、まあ、こう私がこの考える、そもそもこのリーダーシップとはリーダー論とはということなんですけども、これはもう一言で言うと人を動かすということになります。これまで私も多くの人を動かしてきました。そして地域農村では人を動かすことができる人が、まあ、地域でやっぱり重宝されます。そしてもてはやされるんですね。でやがてその町の大きな役職を受けたりなんてします。で中にはね、地元の村議会議員とか町議会議員とか市議会議員とか、まあ、そういうふうになったりします。まあ、これが今までのもう地域であるリーダー像です。まあ、例えば山下さん今度は会合があるからちょっと来てねなんて言って、で分かりました、行けたり行きますなんて軽く返事します。しかしその日やっぱり仕事が忙しくて、その会合にはなかなか行けない。次の日、山下さんなんでこの前の会合来なかったの、来てなかったのあんただけだよ、こんな付き合い方ね、付き合い悪いとね、あんたがリーダーになった時誰も協力してくれないよなんてね、皆さんよくある話なんですよ。まあ、このように地域っていうのはやっぱり人と人のつながりでできています。でその重要なコミュニケーションっていうので、まあ、村とか町とかそのコミュニティっていうのは本当は決まっているんですね。しかしその会合というのが厄介なんです。特にこのシーズン皆さんもお忙しくないですか。年度末年度始め、まあ、特にまあコロナの関係もあって今年はあまりねないと思うんですけども、これまではやたらと年度末、いわゆる3月末もしくは、3月過ぎた4月5月6月丸々協議会の総会だとか、まあ、例えばもし役職してたらこの総会のための準備だとか、もしくは総会に参加する人たちもの、動員招集、そして今度は総会の運営、今度はその後の懇親会ね、今度は人前で挨拶をしなければいけません。もう人前で挨拶が苦手な人って本当地獄でしかありませんよね。でこの一連の流れが、まあ、丸々協議会だけにとどまらず、この行政主導、例えば農政課が主導しているやつだったり、認定農業者が主導しているやつだったり、何々、協議会とか何々研究会とかもそういったものの主導の会合総会がいっぱいあるんですよ。で今度は商工会に語っていればこの商工会主導のやつがいっぱいあるし、今度は中小企業同友会とか、ライオンズクラブだの、ロータリークラブだのそういったボランティア組織に参加していたりとか、もしくは法人協会であったりとか、もうなどなどたくさんの協議会、さらにはこの農協 JA ですよね。でその中の単協の組織であったり、今度は部会の今度は総会であったり、今度は青年者、青少年部であったり、また別途で青年農業者協議会、いわゆる 4H クラブなど、今度は地元は地元で青年団があったり、今度は消防団があったり、今度は体育協会があったり、安全協会があったり、まあ、地元の評議会があったり、もなんやかんやです。もうこれもう会合が開かれるのに全部参加しててもたまったもんじゃないんですよね。でもほとんど作業が終わった後の夜っていう時間っていうのはほぼほぼ、まあ、この、近所付き合いというかこの、まあ、組織に関わること
で時間は潰れていくんです。でさらにさらにこれにこの子ども家族関連が関わってきます、ね、ちっちゃい子どもがいたならば保育園幼稚園の理事会であったりとか、今度は子どもが小学校に行ってたら小学校の PTA、 今度は中学校に子どもがいるなら中学校の PTA、 まあさすがに高校ってなってくるともうそこまでないかもしれませんけど、さらには今度土日は今度は学校の行事だの部活だの、送り迎えだの遠征だのもう部活の保護者会だの、もう今度さらに今度趣味の会合で地域のソフトボールだの野球だのサッカーチームだのもうなんやかんやと入っていたら、とにかくコミュニティに属していればそこに参加しないとやっぱり情報入ってこないし、下手に参加しないと、まあ、まあ知らない間にルールが変わってたり知らない間で違う会合が行われてたり、まあ最悪の場合は知らない間になんか自分がなんか次の役員や役職に選ばれてたり、まあ、世に言う欠席裁判ですよ、まあ、そうなりたくないのでどうにか都合つけて会合には出席しようと、まあ、じゃあ奥さんにはこっちの会合にいてくれ、親にはこっちの会合にいてくれ、自分はこの会合に行くからって、もう手分けして会合に出るあらゆるシーンに顔を出すという、まあ本当忙しいですよね、地域に住んでると、まあ、皆さんもこのような経験たくさんされているんではないでしょうか。まあ、さて、まあ、冒頭でお話した通り、まあ、私はこれまであらゆるリーダーシップを発揮してきたわけなんですけども、まあ、結論何をこれまでしてきたのかというと、リーダーシップつまりこれは大半の役割は人集めなんです、つまり動員活動なんです。例えば私がやっていた 4H クラブ、まあ、これご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、これ全国にある組織で、農業、青年農業者連絡協議会っていう、まあ、確か名称だったと思います。で私は熊本県の、まあ、県の役職部事務局長という、まあね、一番ね、まあ、重要な役割を引き受けてたんですけども、まあ、そういった、常時定例会がする時の役員の招集であったり、まあ年に何回かあるイベント、そういったものの、まあ、イベントでの会員をこう招集するっていう、とにかく人を集めるというのが私の役割だった。毎年開催される県の技術交換会というのがあるわけですよ。で県内、まあ、私の地域であれば11地区あるわけですけど、この11地区の 4H クラブの会長にこう電話をかけてクラブ員の動員を促すわけです。もしもし、今度秋の夏、技術交換大会があるからちょっとぜひクラブ員たくさん集めてよ、ね、お願い、できるだけ多く集めて、仕事忙しいであって、まあ、仕事忙しいけどそこなんとか都合つけてやっぱり協力してお願いっていうふうに、まあ、そういうふうに私がまあお願いする。そしたらそこの地方クラブの会長、また さらに、隊員町村のクラブの会長に、いや上からさこういうふうにさいついつこういう行事があるから人集めなきゃいけないんだよ、ぜひ人集めてくれよなんて言ってまたまたこう言っていくわけです。そしたらまたこの町とか村とかのその、協議会の、が近くの人たちをどうする、みんな行くかなんて言って人をどんどん集めていく。まあ、そうやって人を集めることによって、まあ、200人300人400人っていうのをこう集めて、まあ、大会がこう成り立つわけですけど、同じようなことが、まあ、例えば青年団とかでもあるわけですよ、まあ、大会がまたあります。そうなれば動員したり、役職を受けてからは動員を促したりと。でなぜこんなことに一生懸命だったのかというと、やはりこの人を集めるっていうことでその組織っていうのは、まあ、やっぱまとまったり団結できたり、まあ、力を発揮するわけですよね。でそこにやはり属しているってことで自分の存在感っていうのはやっぱ確認できるからなんです。やはりここで何か催し物があってて自分だけやっぱ参加しないとなんか阻害された感じになる、だからそこに参加しておかなきゃいけない。でも何もかもっていうふうにこう参加していくとも時間が足らない、体が持たないっていうことになっていく、まあ、この現象っても実はずっとついて回るんですよね。で私が PTA 会長をやってた時は学校内の PTA をまずまとめます、ね、奥さん方ですよ大体こう出てこられるのは。そしてその人たちを招集して、で毎回 PTA で、まあ、会議ということで、まあ、役員を招集して、この町が主催する町 P の会合だったり軍 P の会議だったり、今度は県 P がやるようなもう会合だったり、まあ、そういったものの、講演会だの勉強会だの、もう何かあれば動員です。あれもノリマが与えられるんですよ。あなたの中学校、あなたの小学校は何人集めてください、もうそうやっても PT の時も常にも人を集める。だから人を集めるために常にコミュニケーションを取って、今度こういうのがあるから来てねって、もういつも人を誘っている。今度農協のこんな清掃年部青年部もまたしかり、また村の、会合評議員だとか 体育委員だったり安全協会の理事だとか、まあ、常にそれも動員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 ですよ。で常に動員をかけたり動員に参加したり招集されたり招集したりと、つまり自分がリーダーになっていなくてもいずれそういった地域というのは年がこう上がっていくにつれその役職というかやっぱ回ってくる。でいずれ自分がリーダーをやらなきゃいけないくなるから、その時のためにやはり協力していく、顔を出していくっていうことになります。でこの組織や集落に属している以上、これっていうのはもう避けられない、まあ、慣習なんですよね。
でやっぱり誰かが招集をかけるときに参加しない。でそうなってくると、あいつはさ、自分が役職受けた途端なんか招集かけてきやがってさ、自分が役職受ける前とか全然協力しなかったのに虫のいいこと言いやがるぜっていうことがやっぱりよくある。これってもう地域あるある、農村あるあるなんですよね。だからある地域に住む人っていうのはある程度やっぱ割り切っていかない、もうそうしないともやってられない。しかしこの線引きっていうのが難しい。どの会合に参加してどの会合に参加しないか、まあ、結果どうなるかっていうと、まあ、そのしがらみっていうのがだんだん面倒くさくなります。なんだよ、あっち顔出したらこっちから文句言われ、こっち顔出したらあっちに文句言われて、でそうやっていずれそこの農村にいた人たちは面倒くさいなって思う人はその村を離れてだんだん都会に移住していくってことになるんです。まあ、私は結果としてまあ熊本の震災という大きな地震があった、まあ、あの後のまあ流れで今隣町、隣の市に実は住んでいるんですけれども、当時は自分の村や町、地域というものを捨てて違う地域に住むなんてそういう選択肢もなければ思いつきもしなかった。もうそこに住んでその地域を何とかしようと本気で思ってましたからね。で、そんなことは全くできるわけはないと思ってたんですけど、その中でもう私がやってた3つのことっていうのが、冒頭でお話した私が地域リーダーになった時にやっていた3つのことなんです。今日このことを3つご紹介して終わりたいと思います。まず1つ目が、これ先ほど言いました通り、かたくなに役職を受けないっていう、もうリーダー職を断るっていうやり方ですよね。そして2つ目が、まあ、属している組織であえて、もうどうせもやらなきゃいけない組織だったらもう逆にもリーダーになって、その、役職の中でそこの組織を変えてやる、新しい仕組みに変えてあげるっていうことをやりました。そして3つ目がもう割り切って行かない組織、この行かないグループを決める、もうここにはもう在籍しないってもうそういうのを決めるなんてことをやってました。でまずこの、まあ、自分の事例で申し訳ないんですけども、まあ、分かりやすいと思うんで私の話をさせてもらうと、この頑なにリーダーを受けないっていうのは実はものすごく勇気がいるんですよ。まあ、具体的に言うと、もう今はもうないと思うんですけども、そのまだ私が、農業を始めた30数年前までは実は青年団っていうのがあったんです。まあ、今も世の中にあるのかどうか分かりませんけど、つまりその、青年団っていうのは年が順々に下がってくる、もうみんなもう順番に団長をやらなきゃいけないって決まってたんですよ。でもう順番に、ああ何年後は自分が団長だなんて全て分かってる。そところが私の順番が回ってきた時に私が堅苦なに断ったんです。嫌です、私はその青年団の団長なんてやりませんって、ね、そしたら先輩が声で、お前がやらなきゃこの団は終わってしまうぞってまあ詰め寄ってくるわけですよ。そんなの知ったことじゃねえよっていうことで、結果として私は突っぱねる。そして私の後輩も山下さんがしなければ私たちもしませんよってみんなが突っぱねた。結果どうなったかというと青年団潰れたんです。なくなっちゃったんですよ。ついにその青年団は私の代で終わりました。まあ、これによって私の地元の青年団っていうのは、ああ山下の代で終わったもんね、山下が青年団も潰したもんねっていうことで長い長い歴史に幕を下ろしたってことなんです。で2番目が組織を改革するということです。これはもうどうしても避けられない会合を避けられない、組織、まあ、例えば私の場合 PTA だったんですけど、この PTA にはもうどうせだったら私が PTA 会長やりますって言っても手を挙げました。そして PTA やってもうどん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 中身を変えていくってことをやったんです。まあまあよく考えてみると、本当にやらなきゃいけない行事とやらなくてもいい行事とかいろいろあるんです。それは果たして我々が本当にしなきゃいけないのかっていうようなことでもう山ほどあるんです。まあ、例えばですね、 PTA の、町の役員会議してた時に、まあ、町の行事として、私の地元では、河川敷の、道路沿いにある壁画、壁にですね、子どもたちに絵を描かせるっていう行事がずっともう歴代10年か12年ぐらい続いてた行事があったんです。ところがもう壁に描くところがなくなった、さあどうしようかっていうような、まあ、競技をちょっとやってた時なんです。さあどうしようか、で僕がこう手を挙げて、はい言いました。もう書くことがなければやめた方がいいんじゃないですかってこう言ったわけです。もう10年もやってきたから十分でしょうって言った。そしたらこちらから猛反発ですよ。山下さん、それは違うと思います。これまでの伝統をなくすわけにはいけません。なんとかこれは継続すべきですっていう派がいるわけですよ。ね、しかしその方々に、でもないでしょ、じゃあどうするつもりですかって言ったら、代替案はないんです。つまりその人たちっていうのは自分が役職を受けてる時に自分たちの代でその行事をなくすっていうことが嫌なだけであって、代替案もなける、もしくは自分たちは今までの行事を消化していくってことだけが目標であって、もしその役職が終わればその人たちも全く興味も関心も持たない、そういった行事が結構多いんです。でおそらくそういう人たちの大半は、まあ、本音を言うとなんでこんなことやってるんだろうって思ってたはずなんです。そこに私が追い打ちを受けて切り出すわけです。これは全断固としてやめるべきです。なぜならば皆さんがやりたいって思ってる行事じゃないでしょっていうふうにわざとそこをこう突っ込んでいったんです。まあそんなこと言ったら割と図星だったもんですから、会合に参加してて PTA 役員、学校の先生、教育委員会なんかみんな絶句ですよ。ね、
まあ結果として実はどうしてもその大会を継続したいやり続けたいっていうような人は実は一人もいなかったんです。で結果としてその人たちは自分の学校に帰って今回の壁画大会はなくなった。ただあの中にはまたなんでやらないのなんでやらないのみたいな話になるといや実は丸々学校の山下っていう役員がさどうしても反対したから実は壁画大会終わったんだっていうことで、その、他の先生方や他の PTA の役職の人たち方っていうのは結果として、もう山下ってやつが反対したから仕方がなかったんだよねって言って他の人に説明ができたっていうことです。まあおかげで、この面倒くさい行事というのは終わりました。はい、そして3つ目です、関わらない組織を決めるってことなんです。これも割り切るしかないです。私が30歳の時に農協を辞めました。で農協を辞めることによってもう農協の会合にはもう行く必要がなくなったし声もかからなくなるんです。でそうすることによっても行かなくていいんですけどもこっちの別の会合には行くんです。でそこの農協のリーダーの人たちがそっちの会合では偶然会うんです。でそこで必ずそこの、農協のリーダーをしている人たちが私にですね、おい山下とお前なんで辞めたんだとまた農協に戻ってこいよっていうお誘いを受けるんです。まあ、なぜかというと自分が属している組織っていうのは可愛いし大事だしホームグラウンドなんです。でそこにいかに人を集めてそこから脱会させないかっていうようなこの新規会員を募ってその組織を運営することがその人にとってはステータスだしその人にとってはもう最重要課題なんです。ですからもう必死なんです。自分のコミュニティに入りなさい自分のコミュニティに入りなさいね、でそうやって人を集めて脱会させず人を取りまとめることができるこれこそがいわゆる今まで言われてた地域のリーダーと言われてる人たちなんです。はい、ということで今回は新リーダーというものを解説するために今までこれまでの地域のリーダー像についてお話をしてきました。そして最後にこの新リーダーとは何ぞやっていう話なんですけども、そもそもこの新リーダーというのはもう全く、違います。何が違うかというと冒頭でお話しました通りリーダーシップを発揮する場所が違うんです。その場所とは自分のコミュニティ自分の組織のことです。まずは自分の家族です。そしてその自分の家族いわゆる自分の経営の中で例えば従業員パートさんを雇っているのであればその従業員を、の人たちを、の組織です。そしてこの従業員の家族の人たちさらには取引先さん、お客様、まあ個人で、取引されているのは個人のお客様も含めということで全部自分から始まっているこのコミュニティをいかに、まとめ上げてそこを、引率して牽引するかということになります。でこの自分から始まる従業員だったりお客さんを動かすことで経済をまず、回す。そして自分の経営を成り立たせる。これが、これからの、新リーダーなんです。で実は農村社会、地域社会以外ではこういう会社組織とか、ある団体の理事とかというように、特定の、コミュニティでリーダーシップを発揮する人をリーダーと言うんです。はい、ですから会社に組織の会社に属している従業員さんパートさんというのはそのリーダーに従います。そしてそのリーダーはその社員さんや従業員さんやお客さんを動かしてビジネスをやっているわけです。でこの社員を動かす統率力お客さんに自分の商品自分のサービスを買ってもらうもし買ってもらうための販売力これが一般的な社会一般的な世の中一般的な経済社会で求められているリーダー像なんです。つまり農業界にあるリーダー像と一般社会であるリーダー像というのはちょっと違う。もっと言うと農業界には農村地域独特のリーダー像というのがあるんです。はい、ということでこれからの日本の農業を担う皆さん方は若手農業者の皆さん方はこのことを十分に理解して自分が目指すリーダー像いいですか自分が目指すリーダー像というのを改めて再認識していただきたいというふうに思っています。はい、ということで今回は、私が地域リーダーだった時にやってた3つのことをお話ししながら、新リーダー論ということで、解説させていただきました。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。